さあ本日も五手詰めやっていきたいと思います。持ち駒が角と銀、竜ですね。で相手が玉、桂馬香車角歩でございます。いつものように特に何も気にせず、打ってみて、あれこれで詰まりじゃないですよね。ちょっと待ってね、今適当にパッパッパって感覚で打ちたかったなと思ったんですけど、まずここの角で、まあ、正直同玉ってしてもいいと思うんですけど、同玉で銀打ったらこっち逃げるんですよね。あとまあ詰みじゃないかな。じゃあじっくりと考えましょうか。ここの竜のラインが効いてるんで、ただ角のディフェンスも効いてるし、ここに桂馬も効いてるんで、そうですね、桂馬を動かして決めるっていうのも面白い。ここから攻めたいですけど、こっちは効いてるし、こっちもだ、ここから攻めるのも面白いかなと思うんですよね。角打ったらここまで切れるんで、ここで、あ、そうか、桂馬が来んのか。桂馬が来て、ああ、でもここに角で桂馬で銀。あ、違うな。銀。桂馬銀。で、下がったら、ああ、いいですね。ここに角打って、で、桂馬しかないですよね。取ったら竜が効いてるし、ここもダメ、ここも。ここに逃げたら、銀で詰みますから、だからここで桂馬で取って、でここに銀打って、そしたら、あ、こっちはダメ、こっちもダメ、こっちも、ここしか逃げ道がないですから、あれ、ここしか逃げ道がないから詰まないじゃん。詰まねえ、あと一手詰まねえ、ダメだ。いいとこ行ったと思ったんですけどね、いいとこ行った気がしたんですけど、行ってすまない。いやー、こっから角攻めるはいいと思うんですよ。桂馬で上がって銀、あ、そうか、はい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 、角で桂馬で、ここに銀打って、もしこっち来たらここで、もしこっち来たら、あ、ならずか。いや、ならずだったこっち。ちょっと待ってください。あれ？ここに銀打っても、正直こっちに逃げられて、こうしたとしても、あ、まあ、こうしたら、ここに逃げられますよ。詰んでないな。ここはいい背だと思うんだよな。でも銀打つならここか、ここしかないですよね。で、こう逃げられた、多分違うんですよ、手が。銀だったらどうですかね。銀で同桂で同角、ここか、逃げたらなれば、ああ一緒か、開けた、ああダメですね。こっちから攻めるんじゃなくて、こっちから攻めないといけないかな。
それだったら罪ですよね。逃げれないし、ここに何か売っても、ああこれですね、これですわ。銀打ってで、こっちに逃げたらこうで終わるし、で角で取って、で角打って、あれ合ってます？こっちか、角打って、あれ？おかしいな。おかしいな。ちょっともう答え見ます。答えを見ます。1三角。ここか。はいはいはい。で、同桂。同桂。で、3三銀。ここか、3三、3、ここか、3三銀。で、2三玉。で、3二銀成か。あ、なるほどね、開きようってかけてやるわけだ。さあ、それでは後手詰めやっていきたいと思います。持ち駒が香車、手が、頭金で馬ですね、金もあります。で歩、相手が、玉香車桂馬金で歩ですね、いつものようにもう何も考えずに、行ったろうかなと思ってるんで、こう行って、あれ意外と行ったんじゃないですか。詰んでるじゃん。意外と何も考えずにたらたら行っただけですけど、意外といい詰め方になったんじゃないですか。どうだろう。まずこうですよね。でこういったら同玉ってしたら、ここに桂馬、ここに香車、これもし同玉ってしたら、ここに香車打たれて、まあ同玉で逃げれるか。そうですね、ここで金上げて同玉ってして、馬が効いてるからここか。あ、こうですね。あ、だからそう考えたらやっぱこっちで金で打ったら、こうか、金で打ったらやっぱ同金ですよね。で同金でここに香車打ったら、同香車打って同玉ってしたら、同玉だったら、ここで香車で同桂だったら、ここの馬が行けば詰みますけど、ここで同香で同金だった場合でも正直詰ますことができないから、さっきこれ行けたかなって思ったけど、ダメですね。全然ダメです。まあ惜しかったっちゃ惜しい手ではあるんですけど、まあここを下げるってのも面白い手だと思うんですけど、
ね。下げて、下げたらここに歩ですよね。馬を下げたら歩。で、同金。相手も同金。いきなり香車打って、桂馬、香車打って桂馬、で馬で行って同金、でそこからが微妙だな。香車をどう使えばいいかなと思ってるんですよね。やっぱこの歩ってのも気になるんですよね。だからこっちに逃がすって歩で決めるとか、ここに香車で決めるとか。馬で攻めるのはちょっと微妙な気がしますね。かといって直接金かこう行くか、これもそんなに悪くないってな気がしますけどね。2一馬で、同金で、これでいいんじゃないですかね。もっと頭の中で作りたいですけど、2一馬で同金で、3一桂3一香で、2二玉にで最後4三桂馬ってしたら、ああでもそしたらこう取られてダメか。いい手と思ったんですけどこれでダメですね。ダメだな、ちょっとわかんないな。惜しいとこまで来てると思うんですよ。
じゃあ回答ですね。13強同桂で2三金で同玉で3四馬。ついた気がするんだけどな。強者打って同玉。って言ったらこうなんですかね。持ち駒は桂馬で攻めは竜と金で相手が、玉に桂馬に銀に角ですね。いつものようにもサクッと行って銀で行って特に何も考えずにですよ。全然ですね。そんなもんです。桂馬が2枚あるんで、まあ、桂馬で攻めたいってことだと思うんですよね。そうですね。玉はここで、ここに桂馬をいきなり打ったら銀で行かれるから、まあ、ここは金で潰してますからね。かがき、ここに桂馬。逃げることが桂馬打ったら銀で上がる。ただここに銀に上げちゃうとそっから桂馬攻めがしづらくなるような気がするんだよ。竜も効かせてたいんだよね。桂馬打って同銀で金で上げて金ですよね。違う。桂馬打ったって隠れ取られて終わりですよね。
ああ、ここで4っていったら、こっち行けないから、それと銀で。で、これ桂馬打って。一緒か。わかんないなぁ。答えを聞きます。4三桂で同銀。はいはい。4三桂同金で2二金。あー、竜を引かってるのね。2二金で同角。で、ここに桂馬。なるほどね。なるほどっすね。こうで、で、同銀で、で、こっちで金で上げて、竜が利かしてる状態で来て、で、角で行って、で、これ桂馬打てば、竜が利いてる。さあ、それでは5手詰め続きやっていきたいと思います。持ち駒は金で、攻め手が歩と銀と桂馬ですね。で、相手が香車金飛車歩、ですね。いつものようにもう何も考えずに、打ちますよ。あー、全然だ、微妙だ、全然、全くいいとこなし、いいとこがなさすぎて引くわ。我ながらいいところがなさすぎて引きました。どう攻めますかね。飛車が効いてるんでね、飛車を潰すためにこれ当然切ってあげて桂馬でと金でと金になって、飛車であって桂馬で上げて飛車が上がってきて金、あー、ここでと金になってで飛車で桂馬ならずで飛車で金打てば OK なんですけど、こうなった時に。
こっち逃げたら金で終わりますから、同玉だったら、同玉ってしたら、ここに金打ったら終わりか。ですよね、こっちに下がれば。金打ったら、こっちに下がれば、詰めないですよね。詰めないですよね。金は とでなるは間違ってる気がするんだよね。ここにとでなって飛車を潰すっていうのも悪くはない手だと思ってるんですけど、いきなり金打つとかね。でも一緒ですよね、金打ってもどう、金打ってどう、逃がしたいですよね。飛車が効いてんでね。いきなりここで気になりしてる。キーなんの。ああ、金打ったらどうですかね。何の意味もねえな、これ金打つなんて。金打つのはただの愚策だ。試してるんだけどな。あーでもやっぱこれで これがシンプルに楽なんですけどね。
ここで同玉ってなって、ここなったら詰まないんですよ。このパターンだとこうなった時に同玉ってなったらどうなんですか。ちなみにあ、そうか、ここに金打ったら決まりか。あー、なるほどね、これが思いつかなかったのか。それは僕のミスですよね。これずっとこうなって、あー、なるほどな。これなってここで、やっぱこう考えましたもんね。こうじゃなくてここで、ここじゃなくてこっちに打ってりゃ決まったんだな、ね、難しい将棋は。難しい本当に。